はい、それではですね、ドイツ4号戦車のね、F 型ですけども、今ね、こちらの方までね、組み立てました。こんな感じの下の方ですね。車体の方、こういう形で組み立てました。まだね、色は塗っておりません。はい。それと、これにね、これ、マフラーなんですけども、これだけがちょっと色が違うんで、先にね、別にしてこれ塗ってしまいました。ね、どっちかというとね、これ、あれかな、混ぜる色になった。レッドブラウンとね、なんかね、混ぜて、塗ったやつなんですよね。これがね、まあ、こっちの方にかな、こっちの方にね、後ろの方にね、つくようになってます。まあ、つけてからね、塗ってもね、問題はないんですけども、僕はちょっと別にね、塗ってしまいました。だからね、まあ一応ね、これをね、ジャーマングレーで塗ってから、これをね、入れようと思います。はい。それと、ね、このね、前にね、まあ、なんていうんですか、こういうやつですね。これがね、なんだ、部品名、これなんて言ったかな、これスプロケットホイールってやつね。これはこれもね、組み立てました。スプロケットホイール、それとね、ちょっと名前がね、アイドラホイールってやつかな、これ、これもね、組み立てました。これは組み立てて2つね、今これ片っぽ側しか出してないけどもね、こちらの方ね、組み立てました。あとね、これ、これ小さいやつね、これ名前なんて言ったかな、これね。まあ、とりあえずね、これ、こちらの方につくやつね。こういうふうにつくやつ。これもね、もうね、塗装してしまいまして、あとでね、こっちをね、塗装してからね、僕はね、つけようと思っています。これをね、塗装しました。あと、これね、問題でも、ロードホイール全部で16個あります。はい、これなんですけどもね、これもね、側の方ね、側の方がこれで塗ってね、これラバーブラックね、タミヤさんのね、 XF の85、これを塗りました。これもね、こちらの方にね、とりあえずこういう風にね、ここじゃねえや、こうか、こういう風にね、取り付けてね、いくね、形になります。はい、ここまでがね、一応ね、バラバラの部品でできました。この方は今組んでみました。はい、でね、この続きもね、はい、やっていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、これ車体の方ね、先ほど言ったこちらの方ですけどもね、これね、取り付けました。これ色違いというやつね。まあね、つけてから塗っても問題はないんです。ということで、こちらからね、もうね、組んでしまったね、これですけども、これね、リターンローラーってやつですね。これをですね、ここにね、こういうふうに、はめていく作業をしたいと思います。はい、それでね、まあこれの場合はね、このちょっとセメントでね、行ってみたいと思います。これをね、一つずつね、こっちの方にはめてね、こんな感じで、よいしょよいしょ。まあ回す必要はないんで、隠れていっちゃったからね、こういう形でね。
全部でこれ8つあるのかな、リターンローラーっていうですね。これをね、こちらの方でね、ポンと、よいしょ、つけていきたいと思います。あとはね、あとはそんなにね、もう、下の方はそんな難しいところはね、ないと思いますんで、意外に。いけば問題はねないと思います。こんな感じで、よいしょ、こんな感じでね、はい、これがねリターンローラーっていうやつですね。これがねリターンローラーっていうやつらしいです。はい、これリターンローラーをつけましてね、あとね、まあこちらの方もねちょっともう先にねつけてしまいましたんで、こんな感じでございます。はい、して続きまして、これですね、これスプロロケットホイールってやつですね。これをこちらの方に、これはね、前の方だからね、こっちか。こっちにね、つけて。これはね、全然なくても、下の方にあれが入ってますんで、なんだっけ。ゴムのやつが入ってますんで、ほんとね、ポリキャップ入ってるんでね、これはぐーっとこの辺にね、差し込むだけで OK です。はい。で、続きまして、これかな。これがアイドラホイールっていうやつですね。これね。アイドラホイール。これをですね、こちらの方にね、行ってまいりたいと思います。これはね、これも、ポリキャップも何も入っておりません。でも、そのままね、スッと入れても問題ないです。まあ、セメントでね、あれしちゃってもいいですけども、まあ、どっちみち、これ後でね、履帯でね、囲みますので問題ないと思います。はい。それで、続きましてね、最後に、ロードホイールですね。こちらでございます。16個作ったやつね。こちらをね、こちらをね、全部ね、こちらの方にね、はめていきたいと思います。まあ、これもどっちかというとあれかな。これで固めた方がいいかなと。まあ、どっちみちね、固めなくてもいい。セメントでね、あれしなくてもいいとは思うんですけども。これ全部塗ったやつね。まあ、別に僕はね、固定して、飾ってしまいますんで、まあ、これでもいいかなっていう感じでございます。はい。これをね、16個つけるわけです。ここに。よいしょ。はい。なかなかね、16個、こういうふうに、一つ一つつけていきます。ちょっとごめんね、手先やってるとね、ちょっとカメラの具合とね、の照明とちょっとね暗くなって見づらくなるかもしれないですけども、そちらの方ちょっとご了承ください、ね、うん、こんな感じで、よいしょ、一つ一つやっていきたいと思います。こんな感じ、うっしょっと、こんな感じでちょこちょこっとつけて、よいしょ、こんな感じかな、一つ一つねやっていくと面白いかなーいう感じでね、まずね、洗車模型っていうのは、まあ、非常にね自由度があるね、プラモデルですね。
これね、最初からね、塗装しないうちにね、組んでしまって、その後塗装する人もいるんですけども、そうしちゃうとね、こういう、このね、天輪のこの黒い部分がね、うまく、綺麗に塗れないんじゃないかなとね、僕いつも思ってるんですよ。うん、だからね、ここだけ僕はね、いつもこれ最初に、塗ってしまうんですよね。うん、まあ、作り方はね、重度ありますんで、この洗車向けっていうのはという形でね、全部ね16個ねはめていくというのがまた面白い構造でございます。はい、よいしょ、こんな感じです。こんな感じでね、よいしょ、 F 型っていうことですね。よいしょ、よし、よいしょ、取り付けましたという形になっております。ぴょんとね、こんな感じでね、よいしょ、あと3つだよ、あと3つ、あと3つあれ知れば終わりですよみたいな、よいしょ、こんな感じでございます。あ、本当だ、よいしょ、で最後のロードホイールをこちらに入れます。はい、完了でございます。一応ね、こういう形で入れました。はい、ね、まあ、前はねまだ何も特にないですけど、反対側もねこういう形で組みましたとね、うん、なかなかあれですね、まあ、これだけでも雰囲気がかなり出ているということでございます。はい、それではですね、本日のね動画の方はねこちらで終了いたしたいと思います。この続きですけども、いよいよね、履帯の方この組み方ですね、こちらの方をねやっていきたいと思います。はい、それではですね、本日のね動画のご視聴の方ありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。